それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴスムーズさ、そこでそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついているのはなぜか。じゃないはずだ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感。王冠のすべてを総動員して、この体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでも全然当たらない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラッグよりも戦略で勝つタイプだ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だな。旧五線形だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ガンキラーと決めるとこんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。さっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。追っ張られてる。バトルに勝つことが目的なんだろ。だから誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。だろう、こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、めちゃくちゃだけど早い。あ、うん、おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、うん、100万年会える。だったったー、店の前に出てるぜ。行けよ、ナブヒカー。呼吸の底地から見せてやれ。武蔵小杉を通過、五線が先行。すがらせ信彦、このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ。どうや。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けど、このポジションに五線の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんて
ただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なのか。わかんねえよそんなもん。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。動力線は全長25キロの比較的に近いです。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の戦局は藤原なら十分チャンスがある。ケイスケ、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうか。さあ、信彦が取った。関西最速のダウンヒラー、阪急伊勢を完全に抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく四番線の信彦が前だって。本当だ。よし、いいぞ。抑えてる。行け。なんだ。信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。いられないよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズな突っ込みをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上の突っ込みができなかったんだ。車両重量は軽い方がいい。しかしレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なく滑りやすい。ある程度の重量感ブレーキングではフロントに荷重移動し、粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せ切れず、粘着力を増やす。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車体の弱点。つまり、東急五線系は、上り勾配の敵に弱い、ってことか。部女子のアドバイスも、こういうことだったんだ。あるか。何か。チャンスは薄らく。ここしかない。願い事を叶えてあげる。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。